いけ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 いメダルなんですけど、実は思った以上に効果が強いっぽくてですね、あの初期経験点とか、あの味方の能力、選手能力とかがね、増えてると。で、かつ、一回取得すれば、なんか、消えることがないっぽい気がするんですよね。そう、ここら辺、セントジャスミンとか今回やってないんですけど、持ったままなので、はい。で、考えるとこれは、やればやるほどやっぱり強くなっていくと。いう感じのゲーム性なので、まあやればやるだけいつかは勝てるという感じでね、気楽にやっていきたいと思います。では試合いきましょう。波動高校ドラフト連合春英文部、今回はですね、はい、決めております。こちら波動高校挑みます。ただし波動高校の騎馬はめちゃくちゃ強いので、全力ストレートがねめちゃくちゃ打ちにくいので、今回はアイテムを持ち込んで挑んでいきたい。気合が入ってる。騎馬がね強いんですよ。こんなもんだ。メラメラ燃えるような気合。練習量の差を教えてやる。負けられませんね。なので強い騎馬に挑むためにここでロックオンバットを入れます。さあルーレットタイム。ホームランを打てばね、仲間も加入してくるのでガンガン打っていきたいところ。矢部くんゼフ長だった気がする。ふむ、まあでもだいぶメンバーもね充実してきましたので、大金をキャッチャーに使うのはちょっとあれかなとも思うんですけど、いやダメですね、キャッチャーはやっぱこっちにしといた方がいい。で宝塚はセカンドで起用しても能力が下がらないので、セカンドで、でショートは丸島、キャッチャーはまだこの石黒で行って、でここのレフトに大金を入れましょう。本職ですしね。であとは打順を整える感じで、矢部くん絶不調なのでちょっと7番に下げておきましょう。よし、じゃあこんな感じでだいぶ固有選手で埋められるようになってきたんじゃないかなとは思いますが、はい、これで挑みたいと思います。おお、やっぱり回転するんですね。さあ負けられない戦い、3回戦を超えていきたい。よし、相手はめちゃくちゃダンベルやってますね。キバはいいピッチャーです。昔から苦手な記憶しかない。そのまま来るんだ、そのまま来るんだ。波動高校、さあ先に点を取れるかどうかの勝負になってくるでしょう。このアングル嫌い。よし、では行きましょう。1球目はパワーカーブで、ボールか。2球目はスクリュー。相手の打撃もだいぶ多分強くなってきてるんで、油断せずに行かないと多分すぐ打たれますね。ここでボールか。アウトローギリギリスクリュー打たれた。よーし、アウト。先頭打者を抑えられたのは美味しいですよ。さあ騎馬さん負けられませんね。全力ストレートが嫌い。宝塚色物のように見えてめちゃくちゃ強いですからね。おお、相変わらずいいストレートだこと。うお、だいぶ上を叩かないとダメですね。ロックオンバットを持ってきているとはいえ、
ご登場のバット、バット丸島。さあ1球目投げた。うん、ボール1個分ぐらい上を叩かないと。投球2球目投げました。基本ストレートで押してきますからね、キバは。なんと、く、基本ストレートで攻めてくるって言ったのに。金倉、パワー C ならホームラン打てる。普通のヒット。ホームラン打たないとね、2人以上入ってこないんで、なるべく積極的に強振で狙っていきたい。ガルシアさん早くもパワー A ですから、ね、これはダメだ。あ、いけた、いけてる。ヌーン、ヌヌ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 、よし。投手戦にはならないでしょう。ロックオンバット対こっちの能力ですからね。ホームラン打ちたいな。これは普通のヒットだ。満塁。今いけたかな。今いけたような気もしなくもないですけど、持ち太郎はホームラン打てないんじゃないかな。お、カーブ投げてきた。そう、ストレート投手なのにちゃっかりね、変化球3種持ってるのがね、しんどい。よし、とりあえず2点いただいておきましょう。負けたらシャレにならない。よし、先制点いただいたのはありがたい。スライダー。まあ乱打戦になったとしても、木場君を落としさえすればね、勝ち目はあるので。ロックオンバット使ってますしね。ホームランが欲しい。フォーク、なるべく粘って粘って。お、どうでしょう。勢いが足りない。微妙でしたね。1点取られた。まずは勝つこと。テンポよく投げていきますよ。今の入ってて欲しかったな。ああ、見てくる。アウトロー。よーし、いいでしょう。ピンチの後にはチャンスあり。ピッチャーからか。これは打てまい。初球内野安打。おお、今の完全にロックオンのおかげですね。よーし、もう1点欲しい。もう1点欲しい。牙を引きずり下ろしたい。なるべく粘っていきますか。追い詰められるまでは打たない。いい球だ。うわ、フォーク。よし、カットしましたよ。よし、いい感じに抜けましたね。これを繰り返していけば引きずりを下ろせる。ツーストライクまでは打ちません。まあズバズバ決めてくるような気もするんですけど。ああ、決めてきましたね。勝負してくるのか。多分次で一目に来るはず。うん、入った。金倉。お、これはホテルでしょ。今のはね、パワープロ君じゃホームには帰れない。さーて。お、スライダー。あー、カスタ。ダメ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 。ホームラン欲しいな。キバからは無理かな。ぬっ、振っちゃった。ここは1点が欲しい。1点が欲しい。さあ次は何で来るか。おお、危ない球ですね。さあ次は何を投げてくるか。おお、押し出しですか。
ポッテレ落ちろ。あーダメか。爆速ストレートのホップが思った以上でしたね。あー牙、ちゃっかりバッターとしても優秀な牙、これはアウトですね。はい、助かった。キバ君降りてくんないかな。お、いいですね。チャンスですよ。降ろせるかも。あ、これは降りる。いいですね。よし、来たでしょ。あー、ダメだ。ホームランにはならない。2点差。まあでもここでの追加点はね、勝利のためにはだいぶ美味しいですよ。あ、こっちに回ってこなかった。でもこっちもスタミナが。よし、アウト。やべがやべたるゆえん。おお、なんちゅうコントロール。まあ木場君は降りたのでね、ホームランチャンスではあるんですけど、せめて1本は打ちたがいいなーっていう感じなんですけど、下位打線なんですよね。守備がいい。下位打線、めちゃくちゃ下位打線。代打も別にいないですしね。パワー F じゃホームランはちょっと打てる気がしない。なんか大体ね、D ぐらいからかなーって狙うなら。よし、いいヒットではあるんですけど。ほい、代打。ろくなのがいないなー。このまま須藤でいくか。いや、パワー D 曽我さんでいきましょう。うん、ストレート。普通のヒットでしたね。ボールは中継、クリーンヒットだ。宝塚、さあ才能あふれ、初球を打ちました。普通のヒットでしたね。あと1点であれになっちゃうからな。引っ張ってもダメか。まあいいや、勝ちを優先しましょう。あ、悲しい目にあった。勝ってしまった。ホームランは出なかった。でーん、これで3回戦をね、初めて超えたことになりますね。よし、キバくんが、お、マネージャー、静香ちゃん、先輩って呼びます。筋力が。アメリカ上空、アメリカまで来ましたか。だいぶ遠くまで来ましたね。散策タイム。プールまである。へえ、これ終わった後も観光地として全然使えそうな感じですけどね。あ、スタジアムでパワフルズが次来るのか。じゃあプール行ってみましょうか。キャイキャイザパーン。無料スペース、有料スペースもあるんですね。ドゥ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 。はい、上空上がってきまして、はい、チャレンジャーズは勝ちました。ドラフト連合負けました。勝負の世界は残酷。春英も負け、ブンブンも負け。大根のように。はい、4日目、だいぶ折り返しですかね。さあ、じゃあ能力アップを。だいぶいいピッチャーになってきたのでね、悪くないですよ。2球種は上げられないか。エラー消しましょう。エラー、だいたい能力値も上がってきたんで、ここで一気に球速を上げる。で、タイピンチ上げときましょう。なんだかんだね、投げるときはやばいシチュエーションが多いですからね。
うん、だいぶいいピッチャーになってきた気がしますね。マネージャーの新しい静香ちゃんは能力何なんでしょう。降格打法。試合ルールを自由に変更できる。おお、素晴らしい。じゃあこのまま準決勝行っちゃいましょうか。持ち物なんかいいのあるかな。スケスケゴーグル使っちゃいましょうかね。試合4回戦というか準決勝、オール怪盗学院。キャッチャーが欲しい。エビル高校。エビル強そう。神楽坂。神楽坂に行くとあれですね、ひじりちゃんが取れる。っていうか、エビルがめっちゃ強そう。うん、ここは、でも神楽坂もな、ミッチェル、強いんですよね。まあ、スケゴがあればいけるか。悩ましい。じゃあ、スケゴ使って、神楽坂グループで行きましょう。降格で。ありがとう、レディーたち。ミッチェル。黄色い声援。レディーたち。お。怒りましたね、矢部くんが。怒られましたね。登場シーンに。今回はどういう登場をしてくるのか。試合頑張ってくださいね。どのルールが一番、あ、そうやって選べる。高校 DH あり。おお、すごい。ルーレットが。じゃあ、スケゴ。スケゴと、まあ、特性高反発はいらないか。じゃあ、スケゴで行きましょう。オーダー変更。よし、では、この布陣で行きたいと思います。今日、再びミラクルが起こる。ミラクルが起きるのか。よし、勝ちに行きましょう。だいぶあれですね、いい感じに戦力も整ってきた。おお、またヘリコプターで。空の上のね、飛行機でヘリコプターってだいぶやばいですけどね。技術がすごい。降りられるかな、降りられるかな。降りた。ぐき髪がめっちゃ刺さってる、相変わらず。さすがですね。こんな感じでも投手能力めちゃくちゃ高いですからね。おお、ひじりちゃんもいる。さあ、負けられませんね。準決勝勝ちに行きましょう。だいぶ相手の能力も高くなってる。おお、いきなり強振で。あれ、ここじゃないな、ここだ。はい、はい、ワンアウト。てん。負けられませんね。おお、強い。相変わらず強い。でも球種読めるから戦いやすい。でも打てるとは言ってない。ストレート。よーし、広角打法ついてるんでね、いいですね。はい、ツーベース。さあ、ホームランを。カーブは7だから無理ですね。うわうわうわ、えげつな。うん、まあまあまあ、3塁まで進めたんで。ボール。152キロ投げてきますからね。うわ、それはダメ。スライダーか。ボール。ストレート。打ち時ですね。あー、引っ掛けた。スケスケゴーグルがあるからって油断してはいけない。パワーカーブ。うひー、今の取れましたね。さあ、点はなるべく取られたくないですけど、ここは1点は取られそうな気もする。引っ掛けた。インフィールド。はい、下位打線ではあるんですね。
変化球に手が出ません。打った、ショート右、ゲッツー、はい、643、いいですよ。あれ、攻撃が回ってこない。打席には9番、初球を打ちました。センターへの打球取れないか。中継、結果はヒットだ。投手戦になりつつあります、もしかして。初球を打った、フェアか。あ、これフィルチョイだな。二塁はセーフ。なんだ、どうした、一塁はセーフ。やっちまいましたね。シフト、シフトが変えられない。前進守備で、外野前進で。パワフェスチャレンジャーズ、外野は前進守備を取ります。さあ次の球、ふっ、抜群の切れ味、バッター動けません。高めボール球打った、はい、とりあえずワンアウト。ピンチが続きます。打席には3番バッターが入ります。打ちました、ふっ、ファウル。普通にゴロもお構いなしに打ってきますね、満塁なのに。よし、4番、2点で済むか、3点か。ミッチェル相手に3点はまずい。返していかないとですね。 DH 銭形、そのカーブは嫌だ。シュート、うん、ボールですね。スライダー、打てないな。あんまりまだ芯が捉えられてない。こっちの回が回ってこない。ダメかもしれない。ここで終わってしまうのか。いや、まだ諦めるには早い。もうミート打ちでいきましょう。そう、別にロックオンバットがついてるわけじゃないんだから。カーブ連発されるときついですね。スライダーならまだチャンスはある。うーし、うーし、さあ勝負してくるのか。引っ掛けた。点が取れませんね。下位打線なんですよね。ストレートをなるべく狙っていく。いや、やっぱ強いですね、ミッチェル。カーブ、カーブは手は出せない。えげつな、あのカーブでスコアを、ストライクゾーン、ストライクをね、取りまくられると結構まずいですよ。これは見送った方がいいかな。入れてくるか。シュート、くっ、お、チャンスですね。ストレート、投球2球目、ドライ、内角へ。さあ次は何で来るか。よし、三塁ランナーだけ帰りましょう。1点、とりあえず1点、とりあえずまずは1点。ようやく1点を返しました。バッターは金倉洋平。カットバス準備は OK のようです。犠牲、いけるかな。やめとこ。4番、セラさんに任せます。ストレート、よーし、でも帰れない。さあここが勝負ですよ。スクリュー連発は嫌ですね。ストレート、外してきた。カーブで決めてくるのが一番まずい。危だ。あー、三振か。ずれましたね、ちょっと。でもここもチャンス。
さあ、ゼニガタ打ちました。初球打ち来たんだ。ランナー三塁。1点欲しい。1点欲しい。なおもチャンスが続きます。打席には9番バッター。1点欲しい。第2球を投げた。打った。ぐあ。ダメだ。淡々とした試合になってしまっている。あと何回チャンスが回ってくるか。の一番先頭からですね。巻き返したい。でもスクリューは手を出したくない。スクリューばっか投げてくるんですよね、そういうことを言うと。スコアが悪くなった。くっ、ダメか。当たりは良かったんですけどね。ランナーが出ないことには。いいカーブだ。カーブは絶対打てないですね。カーブは絶対打てないですね。抜けない。ああ、守備うまいな。守備うまいな。スライダー。ガーン、打たなきゃよかったん。くっ、やばい、やばいですよ、やばいですよ、追い詰められてますよ。でもだいぶ疲れてきてはいるから、その分さっきの金倉でね、やっぱ耐えるべきでしたね。ストレートが来る。あー、これはまずい。もうこれは決めるしかないですね。ふっ、ヒットじゃ勝てないんですよ。2点取んなきゃいけないんですよ。よし、つないだつないだ。よし、このままここで耐えましょう。神楽坂を下ろしましょう。カーブ、いいカーブを投げてくる。ボール、フォアボール、フォアボール。カーブだ。入らない。よし、フォアボール。降りない。降りない。入れてくる。カーブももうほとんど曲がってないですけどね。ボール2。カーブ、カーブやだ。カーブももうほとんど曲がってない。またカーブか。危な。スクリュー。浮いた。いい試合、いい試合ですよ。なんだシンキングツーシームって。うわ、そんないやらしいボール。フォークはやめて。やばい、このピッチャー意外にいいですよ。このピッチャー意外にいいですよ。フォークしか投げてこねえ。いけ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 よーし、さよなら。なんて、いい試合だったんでしょう。危なかった。勝利。てん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 。いや、負けたと思った。マジ負けたと思った。てん。
まさか負けちゃうなんてね。一緒にトップへ行くお手伝い。ミッチェル仲間になると助かりますね。ミオさん、結局ひじりちゃんは取れませんでしたけど。フランス上空探索タイム。どっかでコンボ起きないかな。カーゴ倉庫ですね。わあ、大西がおる。カーゴ行ってみましょう。外から隔離されてる。集中できる。何かが得られそう。ここでめっちゃ練習してる。でん、やる気が下がった。ギリシャ、いよいよ次がギリシャ決勝戦。発祥の地。ジュリアスが何か企んでいそうな感じが。故郷そんなことに、そんなに気になるのかい。地上を撮影。おお、やりますね。下準備。おお、最高の日。心。決勝はアンドロメダなのかな。はい、勝ちました。神楽坂に勝ちました。決勝進出です。オール怪盗負け、エビルも負け。決勝戦。はい、大会5日目、いよいよ来ましたね。合点でやんす。おお、ギリシャだ。合体する？合体する？ん、ああ、あんま興味なさそう。そうだね。ノリが悪い。おお、引き際に。おお、合体した。着陸して、おお。じゃあ、能力上げましょうか。パワーカーブ4、スクリュー3。球速を上げておく、146。あとは別に上げられないかな。うん、こんな感じですね。よし。マイチームも D-、決勝まで来てまだ D- かって感じですけど、までは来ましたからね。うん、神楽坂強い。ではではね、次回はいよいよ決勝戦という感じで、今回はこの辺りで終了とさせていただこうかなと思います。では、嘆きのアリアがお送りいたしました。ご視聴ありがとうございました。